ついにこの時がやってきました。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて、本日のテーマは、もう借金を返せない。個人の破産者続出で国家破産へ一直線をお送りします。借金返済能力の限界を迎える国民たち。最近、隣国の不動産バブルが完全に弾けた影響により、返済能力を失った人々が続出しています。こうした状況に政府は融資元金の免除などの政策を行っていますが、焼け石に水という状況になっています。このまま行けば彼らの経済は本当に終わってしまいます。今回はこの絶望的な状況について現地メディアの報道内容と日韓の人々の反応をご紹介します。まずは報道内容です。我が国の家計負債がさらに膨らみ爆発し始めている。ここ最近、物価高、高金利、為替や株価の暴落といったことが続き、一般家庭の債務が上昇し、実質所得が減少し続けている。さらに、利子の負担も上がっているため、非常に苦しい状況だ。返済が滞ってしまい、破産するケースも急増している。180兆円以上にも膨らんだ家計債務が、我が国の経済を破綻させることはもう目前に迫ってきているのだ。金融界の専門家たちは、特に最近 1、2年の間に返済能力の低い債務者が急増していると指摘している。そのうちの多くが変動金利を選択している人々だ。最近の金利上昇によって致命的なダメージを受けている人も多い。専門家の間では、政府が10月から着手する約3兆円規模の債務調整プログラムである新しい出発基金にも、こうした返済が厳しくなっている自営業者などが多く集まってくると見込まれる。昨年、債務調整を受けて融資元金の 50% 以上を減免された人は 37,727人にも上るという。この数字は2018年の 19,943人と比較し、17,784人も増えている。しかもこの人数は2022年に入ると7月までに 21,501人に達している。そのため12月までには3万人を超える勢いとなっているのだ。こうした減免対象者の年齢の平均は40代から50代だ。2021年の数字ではその減免金額は1人当たり約360万円となっている。これだけの額を何万人も減免されていけば、経済は大きなダメージを受けることになる。特に最近では、20代で債務を抱え、返済ができず不履行となってしまったケースも急増している。信用情報院によると、2022年6月末までの集計で、20代の債務不履行者は8万4000人にも達した。彼らのうち半分近くの 41.8% が、50万円以下の融資金すら返済できなくなっていることが分かった。このように若者から大人まで幅広い世代でお金がなく、借金をしても返済ができない人たちがたくさん発生しているのだ。以上が報道内容です。不景気により国民がどんどん借金をしており、金利が上がったことで返済すらできないという状況のようですね。返済ができなくなれば破産をするしかありません。政府が頑張ってその借金を帳消しにしようと奔走しているようですが、それにも限度があります。国も国民も借金まみれで返済の目処が立たなくなれば、もう国家としてやっていくことはできません。今のままいけば、いずれ隣国は存在しなくなるかもしれませんね。こうした状況には日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。隣国の反応。2007年のリーマンショックから始まった金融危機も不動産融資が焦げついたことからだった。日本の失われた20年も不動産バブル崩壊による金融機関の不渡りから始まっている。今度はついに我々の番だ。不動産バブルは弾け、株も暗号通貨も暴落していく。借金して投資していた者たちは奈落に落ちていきながら叫んでいる。間違いなくとてつもない危機が来る。競売が増えるだろうね。裏金を受け取るマスコミと投機師の遊びに翻弄された哀れな国民たち。もう人生終了って人たちが多い。この国自体も終わりだ。借金を返さなければ政府が代わりに返すというのか？それなら誰も返さないだろう。
返さなければ勝手に免除してくれるんだから。こんなことやってるから国家債務も大変なことになるんだよ。住宅のバブル市場を過度に、そして持続的に誘発させたのはマスコミだ。その責任の重さはどれだけ懺悔したって許されるものではない。まるで今すぐ家を買わなければ人生に敗北すると扇動した数多くの報道。こいつらが結局この国の未来を暗鬱な暗黒期に追い込んだ。ユンはおかしいんじゃないか？1億5000万円までの借金を帳消しにするといきなり言ってきた。そのお金は国民の血税なのに。なぜ私たちのお金を勝手に使って自分だけ儲かればいいと不動産や株に借金して投資した金の亡者たちを救うんだ？コツコツと真面目にやるのが馬鹿らしくなる。投機をしていた奴らはこうやって自然に潰れていくんだ。元金の返済能力もないのに融資を受けて家を買った奴らは倒産してから気がつく。もう放っておけばいい。国に尽くし国のために生きるのは先般国である日本の義務だろう。我々の借金を払って少しでも罪を減らしてくれ。それでやっと日本人は天国に行ける可能性が出てくるんだから。我々が今苦しいのは日本のせいだ。金利を 10% まで上昇しなければならない。不動産バブルがなくなり貯蓄が増え不労所得がなくなればやっと国の未来が見える。政府は血の涙を流しながらこの苦しみの中を抜けなければ。日本の反応。家計債務により彼らの社会がどうなるのか、日本としては何もできることなどない。しかし日本の金融機関が彼らに投資している資金を回収できるかは心配だ。金融庁は貸倒れ引当金の計上や余震の厳格化の指導を今こそやるべきだ。そしてまだ残っている日本企業にはさっさとみんな撤退しろと命じるべきだろう。家計債務が不良債権化し始めたらアメリカのサブプライムローンのようになるぞ。だからみずほ銀行は全力で貸し剥がしをしてるみたい。でももっと早くやらないと貸し倒れになるぞ。見た目ばかりを重視する文化だから借金をしてまでも身分不相応な高額品を手に入れたりして見栄を張りたいのだろう。彼らの文化を何も考えずに取り入れている日本の若者世代が同じことをしないか心配だ。同じことをしたら同じように借金まみれになってしまうぞ。史上最大の家計負債とはすごいね。まずはギネス記録として申請されることをお勧めするよ。その次はユネスコへ文化遺産で登録申請されたらどうかな。何はともあれ世界一おめでとう。日本はもう彼らに施しはしない。スワップもしなければ企業の提携や技術供与もしない。サプライチェーンも閉ざしていく。散々日本に対してやらかしたことを食いながらただただ底なし沼に沈んでいってくれ。あの国の高騰する物価の勢いはとても日本の比ではないらしいね。名目での所得をいくら上げても高騰し続ける物価には追いつけない。経済音痴の日本のマスコミは隣国の賃金は上がり続け日本の賃金は上がらないままと煽ってるけど実態は大きく違うぞ。社会的制裁が足りないから借金を返さない人間が生まれるんだ。嘘つきや契約不履行も同じ。彼らには金を借りた者が偉いという言葉まである。そのため彼らは元から誠実さという概念が存在しない。日本から借りてる金を返すという発想自体が存在しない恐ろしさ。ドル不足の時点で尻に火がついてるからね。遅かれ早かれ日本企業の差し押さえ資産に手を出すだろうね。日本は手切れ金として渡してあげて彼らとすっぱり縁を切るのがいいと思うぞ。ドル高による資本流出を恐れて政策金利を上げたらそりゃあそうなるよ。金利っていうのは生物にとっての酸素濃度と同じで企業や家計の生存に直結するパラメーターだから。簡単に言えば企業の利益率が金利以下ならその企業は生きていけない。日本の円安をバカにして自国の金利引き上げを褒めていた彼らは金利の上昇こそが自分で自分の首を絞めることだと気がつかなかったのか。もう日本にはすり寄ってこられないだろうね。米国が彼らを見捨てるみたいだし日本も同調するだろうね。彼らが日本にたかりたくてもその前に問題が山積みになってる。それをクリアしない限り日本は彼らを相手にしない。もし万が一日本政府が日和ろうとしても日本国民はそれを許さないしね。
彼らは借金返せない人が破産すればそれで終わりと考えてるらしい。でも実際はそうじゃない。その人たちにお金を貸した金融機関が回収できずにこぞって倒産していくのがバブル崩壊の始まりなんだ。そして金融機関の崩壊は国内の経済を巡り巡って自分のところにも回ってくる。自分の会社も隣の人の会社も金融機関から融資を打ち切られ、じわりじわりと倒産していく。数ヶ月後には断末魔の叫び声がつつうらうらから聞こえてきそうだね。本当に国家破綻の足音が聞こえ始めた。彼らの 40% 相当にあたる2000万人が利子すら返せないような重い債務を抱えています。そして企業の 40% も収益が利子を下回るゾンビ企業になっています。それでも好景気の時には給料や売上が上がっていたからなんとかなりました。しかしバブルが完全に崩壊してしまった今となってはもう希望はありません。今後返済が滞り破産をする個人や企業が大量発生してくることでしょう。もう国家破綻の足音が徐々に近づいているようです。これからどのようにしていくのか、ユン大統領の決断に国家の存亡がかかってきそうです。あなたはこうした彼らの厳しい債務状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。